6番アンジェリカ・クリノワ、オレク・オフシアン・ニコフ組、ロシア。ロシアのクリノワ、オフシアン・ニコフ組、第一課題終わって2位です。非常に力強さを感じさせるコンパルソリー、アルゼンチンタンゴ。力強さに、そしてまたこのエッジワークも非常にメリハリがあります。ロシアのクリロワ・オフシアン・ニコフ、目指すは金メダルです。クリロワが24歳、オフシアン・ニコフは28歳のカップルです。世界選手権はエドモントンで行われた1996年が2位、ローザンヌの1997年も2位、そして今年1月のヨーロッパ選手権も2位。いずれも優勝はグリシュク・フラトフ組に阻まれています。この晴れのオリンピックで先輩を押しのけて金メダルを手にすることができるでしょうか。まず最初のコンパルソリーです。5.8 が3人です。5.9 が出ました。5.9 が4人も出ています。タイミング&エクスプレッション。